実は少ない？戦国時代に出世した武将たち。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は戦国時代に出世した武将たちについて紹介していこうと思います。戦国時代は槍一つで出世できる世の中だとされています。確かに低い身分から天下を統一するまでに至った秀吉のような存在がありますし、同時代の人たちも秀吉の存在に刺激され、自分自身もと思った低い身分の人間もいたことでしょう。しかしそこまで大きな出世を果たした武将は実は多くはありません。そもそも織田信長や徳川家康、武田信玄といった有名武将は大名という権力者の息子。もちろんだからこその苦労もあったかと思いますが、身一つで戦国時代を駆け上がった存在ではありません。結局は戦国時代も世襲制、そのため出世は決して楽ではありませんでしたが、そんな時代でも出世を果たした武士たちを何人かご紹介しましょう。藤堂高虎。怒号の家に生まれた高虎は父や兄に従って浅井長政に仕えました。怒号の家の人間で武士と呼べるような存在ではなく、戦がある時だけ駆り出される農民と変わらない、まだまだ低い身分の人間だったのは想像に難くないでしょう。ちなみに高虎の初陣は姉川の戦いとされています。浅井川として織田家と戦い首を挙げたとか。しかし浅井は滅亡すると、高虎は磯野氏や織田信澄に仕えたとされていますが、出奔して浪人生活を送ることになったようです。ちなみにその時にはとにかく貧しく、無銭飲食をした逸話があるほど。そんな高虎に大きな転機が訪れたのは1576年、秀吉の弟である羽柴秀長に仕えることになりました。どのような形で仕えることになったのかまでは不明ですし、仕えてからすぐに頭角を現したわけでもなく、むしろ秀長家臣時代にその後のためのキャリアを積んだと考えてよいでしょう。特に秀長家臣時代は織田家としても戦が多かった頃。1581年には鉄砲大将になったようで、戦、築城、鉄砲など戦国時代を生き抜くための術を多く経験できたのでしょう。また高虎自身の才覚もあったのでしょう。秀長の配下として頭角を現すようになると、やがては秀長から武行を任せられることになったりと、秀長配下として順調にステップアップしていったようです。そんな高虎ですが、実は出家しています。秀長死後、羽柴秀康に仕えていたのですが、秀康も亡くなると高野山に出家。それを聞いた秀吉が才覚を惜しみ戻るよう説得すると、伊予七番国の大名として復帰。秀吉ほどではないとはいえ、低い身分からの出世という点では見事なキャリアアップを果たしました。またただ単に大名になっただけではなく、築城の名手として戦国時代から江戸時代にかけて様々な築城の縄張りを担当。また関ヶ原や大阪の陣にも参戦するなど、戦国時代を代表する武士の一人となりました。田中義政。もともとは農民だったとされている義政は、1582年に豊臣秀次の宿老となった記録はあるのですが、実はそれ以前の記録はあまり残されていません。秀次が近江八幡を領地とすると、秀次の筆頭家老となりました。先見性があったのか、秀頼が誕生すると秀次の不業績をいさめ続けたとのことで、秀次事件において一族が処分された際にも連座処分を受けることがないどころか、そこで秀吉から偏気をもらい義政となりました。また関ヶ原の戦いでは家康側に組みし、32万石の大名となるなど立身出世を果たしました。残念ながらその息子である忠政の代に無視断絶で大名として家を残すことはできませんでしたが、農民出身が事実であれば、その後32万石の大名となった点は
戦国時代屈指のサクセスストーリーと考えてよいでしょう。高坂正信。武田四天王にも名を連ねている高坂正信は、もともと百姓の子でした。しかし父親が亡くなると身寄りがなくなり、信玄に召し抱えられることになったとか。しばらくして足軽大将となると、実績を積み重ね、城代を務めるようになったとのこと。信玄の小姓だったからこその出世だったのかもしれませんが、百姓の子からやがては城代を務め、後世の人間から武田四天王として名前が挙げられるなど、武田家中において大きな存在感を発揮するなど、立派な出世を遂げた武将の一人と考えてよいでしょう。福島正則。桶屋、あるいは桶大工の息子など、様々な説がある正則ですが、母親の縁を頼りに秀吉の小姓となったことは確かです。初陣は1578年の播磨三木城攻めとされており、この時には200石の禄高だったとされています。その後、秀吉に従い様々な戦に従軍。賤ヶ岳の戦いでは賤ヶ岳の七本槍に数えられましたが、このような剣伝を抜きに一番槍、一番首として敵を討ち取るなど大活躍。この時5000石を与えられたようです。その後も秀吉に付き従い、秀吉が九州を平定すると伊予今治11万石を与えられ、大名となりました。その後1595年に尾張24万石となり、関ヶ原の戦いではその功績から広島49万石の大名へと成長するなど、小姓から大きな出世を果たしました。その後に関しては他でも多々語られていますので、今回は割愛とさせていただきますが、出世面だけを考えると、小姓から49万石の大名への出世は素晴らしいものがあります。加藤清正。刀鍛冶の息子として生まれた清正もまた、正則同様、母親の縁から1576年、秀吉の小姓となり、秀吉の様々な戦いに付き従いました。そんな清正が大名となったのは1588年。九州を平定した秀吉は、肥後をさっさなりまさに任せるのですが、失政。その後釜として清正が抜擢されることになりました。しかし前線での武功の目立つ正則に対し、清正は後方支援としての参陣が目立ちます。例えば小牧長久手では清正の動員兵力は150名。また残された記録の数々を見ると、清正は前線で槍働きをするタイプではなく、文官的な存在であることがわかります。熊本を任せられたのも武功、さらには後の朝鮮出兵を期待されていた面があったのは否定できませんが、肥後国人一揆の後、上司として現地に派遣されたことから、肥後の事情をある程度知っていたからなのではないかともささやかれています。そして関ヶ原の戦いの後、52万石の大名となりました。石田三成。石田三成に関しては様々な説がありますが、秀吉の小姓だったのは事実です。父親に関しては武士だったのではないかとする説もあれば、土豪だったとする説など様々ですが、小姓として秀吉に仕え、様々なノウハウを得たのでしょう。特に文官としての能力は目覚ましいものがあり、秀吉からの信任を得ると、秀吉の内政面における懐刀として豊臣政権を支えました。秀吉死後も豊臣家への忠義を貫き、関ヶ原の戦いを仕掛けたものの敗北。処刑されてしまいましたが、小姓からやがては天下分け目の決戦を仕掛けるほどになったという点では、こちらも素晴らしい立身出世と言えるのではないでしょうか。まとめ。このように戦国時代は低い身分から大名になった武将もいます。天下統一を果たした秀吉と比較すると霞んでしまいますが、それでも出世できなかった人間の方が圧倒的に多いことを思えば、
大名になれたという事実だけでも十分なサクセスストーリーと考えて良いのではないでしょうか。ましてやまだまだ世襲制が色濃く残されていた時代です。自分の命運は生まれた時にほぼ決まっていた時代でありながら、これだけの立身出世を果たすのは想像以上に難しかったことでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。